はい、えー、堤太郎でございます。今日もですね、移動式自由自在、録画スタジオ、ビッグ番号より、私がお送りします。今日のお題はというと、何かというとですね、えー、これですよ。シャラララス的にキース、シャラララスなおにキースだ。うん。あと2日で、なんと、チョコレート会社の戦略に基づき、皆様もですね、えー、本気であるとか、 本気じゃないとか、ギリだとか、なんとかっていうのがあるだと思う。そんなチョコレート、もらえるわけないよね。中学校3年生、いや、違う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 。中学校3年生の時の同級生だった成田くんに、あの、高校2年生の時だ、うん、に、成田、妻あのー、バレンタインデーに女が欲しいって、女を紹介しろと。 言ったら、あ、わかったよ、っつって。で、まあ、そのへなんていうの、二つ返事っていうので、えー、受けてくれて、で、じゃあ、っていうんで、あまあ、女紹介しますんで、つって。うん。オッケーオッケー、っつって。 で、オげおー,ーって言って、待ち合わせの、その、ボーリング場、ボール山口っていうのがあったんだけど、山口県にね。いや、ボール山口っていうのがあるんだけども、そこまでチャリガーン声で言ったら、したら、なんかぽつねンと一人立ってる高校生がいたわけよ。で、なんとかさんですかとか言って、もうごめんね。本当に名前忘れちゃったから。なんとかさんですかとかって言ったら、そうですって言うから、じゃあボーリングしようとか言って。 思うわけだけども、その出てきた、そのくるりと向いた時の顔っていうのが、あのね、ジャイアンツの桑田投手にそっくりなわけですよ。別に桑田投手が悪いとは言わん。うん。別に好みの野球チーム、私あるわけでもないし。だけども、なんで桑田なんだと。はぁ、あ。 ちょっと待てよということで、で、とりあえず、まあ、昼時だったんで、集合がね、ご飯でも食べましょうとか言って。で、一階に食堂があったんで、えー、っと、私は確かカツ丼頼んで、お腹減ってたんでね。で、向こうはって言ったら、なんか知んないけども、サラダだけでいいですとかって抜かし上がって、はぁ、あ。で、草をボリボリ食うわけですよ。 で、カツ丼食べながら私が頭の,の頭の中って言ったらずーっと、うわー、巨人の桑田が臭くってる、かって、いうことしか思い浮かばないわけですよ。あのね、その桑田選手と一緒にボーリング次やるわけよ。うん、2階に上がって、いなんかシューズ借りて、ねねえ、 その15ポンドの玉持って、でやるんだけども、全然盛り上がりもクソもなく、淡々ともう投げる。投げることに集中するだけ。うん。あのー、全で、結局ね、3ゲームやったんだよ、3ゲーム。3ゲーム、もう時間持たないから、喋りがないじゃんね、お互いの。喋りがないから、あのー、どん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 、 こなしていくわけよ、玉数を。で、結局3連3ゲームやって、何が、いいことあったかっていう、な、いいことも何にもないんだよ、本当に。あの、ここ、ここら辺からかな。なんかね、投げすぎて血が出ちゃったりなんかするぐらいに、もう、黙々と投げてたの。で、まあ、その後に、あのー、桑田選手が言ってくれるわけですよ。筒みさんちに行ってみたい。 はあ、つって。<laughs> ほんで、その時も、まあ、布団上げ下げするのめんどくさいからつんで、あの、万年とこの状態だったわけですよ。うわ、なんか勘違いされちゃったら困るな、とか思いながらも、クワタで、クワタが初めて、これはいかん、とかって思うわけですよ。なんとかこれはそしせねば、とかって。もう、これだったら、このままの方がいい、とかって思うじゃん。 で、桑田選手が入ってくるわけですよ。で、桑田が入ってきて、で、まあ、お茶の一杯も出して、で、どうぞとかやって。んで、紅茶飲みながら、で、学校どこだったっけとかっていう話からかな。なんか当たり障りのないような話ばっかりしたような気がして、で、果物を出そうと。うん、気が利くね、つつみさん。 いいねっていう感じだけども、そのクワズ選手に対して、まあ、当時あの、なんで、リンゴが一個あったんだよ。あの、ポツネンと。うん。ああ、そういや、リンゴあったなと思って、リンゴ食べるとか言って、食べますとかって言って、ほんで、私がですね、当時握力が90キロぐらいあったんで、こう、ガシって持ってバカって割るわけよ。んで、食えって言ったら <laughs>、いりませんとかって言って、あのね、 やっぱり手で真っ二つにしたリンゴっていうのはあんまり好まれないみたいだね。うん。で、そのクワ選手とは電話番号のやり取りすらなく、うん、じゃあまたねとか言って、またのないまた今度の約束をして、んで、もうガチャって出て行って、 もうしばらくしてこれで気配消えたなと思ったら、ガーって電話して、あ、成田、何クワタ呼んでんだよつって、巨人のクワタ呼んでる場合じゃねえだろつって、言って、ちょ、成田来いつって。で、あのー、せっかく女を紹介してくれたにもかかわらず、成田君は、ええー、私からですね、土石橋を食らうっていう、<laughs> なんとも、 最悪な展開だよね。だから、お、慣れたからすると、まあ、つつみだったらこんぐらいの女がいいだろうとかって言うんで、いや、当てがった。それで丸く行きましたっていう予測のもとになんだけれども、電話がいきなりかかってきて呼び出しになって私に説教を食らうっていう。うーん。だって、桑田選手だもん。仕方ないじゃんって感じ。あのね、世の中にはね、好き嫌いっていうのがあるの。そう。あのー、 例えばですよ。あの、エロビデオでもそうですよ。あの、おばさん好きとかさ、高校生好きとかさ、S 級素人しか見ませんとかさ、なんかあるじゃん。あの、洋品物が好きですとか。ああいう風に分かれてい、くじゃん。だから、そこのところで、ホモサピエンス、メスっていうのが来たんだけれども、いかんせんそれは、あの、桑田選手だったがために、 うん。だから、クワタ好みな人とか、ジャイアンツが好きな人だったら、喜んだかもしれないっていうやつなんだよね。うん。あのね、バレンタインデーはね、本当に、苦い思いでしかなくってね。ほんで、その、14日の当日になったら、まあ、あの、私が通ってた学校っていうのは、ほとんど、まあ、 男子校に近いようなところで、もう10%いるかいないかぐらいなんだよ、女子っていうのが。うん。で、そこのところで1組から12組まで、その理数系が12、12組だったかなうん。普通科は、えっ、ー、と、1から11だったと思うんだけども、それを1組から順番に、なんて、はーい、もしもし、ポクポクー、なーとか言って、な、何したかって言ったら、 何万だと,とえ唱え、ながら、あのー、卓発するんだよ。チョコを。そうしたらみんなも、やっぱりあのー、女子たちも予備っていうのを持ってるわけ。と配る用のチロルとかね。本、本気の、例えば、剣道部首相の中地とかっていうには、多分本間もんの、なんか、手作りチョコをあげたりするんだろうけども、 剣道部の首相の中地は、頭が良くって、かっこよくって、ほんと剣道部首相だからね。もう、いいとこずくめんな、ほんで性格いいんだよ。うん。もう火の打ちどころがない中地なんだけども、中地のところにはいっぱい来るさ、そら、本チョコが。でも、私のところにはって言ったら、えー、ぼクぼくちーん、ぼくぼちーンとか言って、あの、学生帽学生帽を探さり持って、あい、あい、回収とか言って。 なんともね、うーん。だから、ほんで、そのラグビー部の、あのー、マネージャージャーマネの、えっ、ー、とー、お嬢っていうのがいたんだけども、お嬢は、気前がいいねっていうか、あのー、心清き人なんだよ。うん。 今でもね、確かピアノかなんか弾いてね、あのー、整形立ててるとかっていうのがね、たまに聞いたりするんだけど、あのー、やりとりもしたりするんだよね。で、お嬢が、お嬢はちゃんと手作りなの。もうそれだけでもね、ありがたいね。本人は多分朝起きて、もう早くからなんかチョコ練ったりとかしたんだろうけども、 あのね、本当にお嬢だけは感謝してる。うん。ありがとうねって今でも言いたいぐらいだよ。だって数少ない、その手作りチョコなんですから。はい。さて、えー、あと二日。うん。迫ってまいりましたよ。さーて今年はどうなるかなって。うーん。ねえ。ま、あの、 現物の、なんか、チョコを、こう、家に送られてきても、それも困っちゃう部分があるんで、ええと、ま、チョコの代わりといってはなんですけども、あの、こんなボタンを押し、押してもらうと嬉しいかなと。で、つづみなんか絶対もう、あの、チョコレートなんかくれてやるかバーかってかって言うと、ベーってバーかって押してもらえばいいし、ほんで、ここのところで、ええー、 なんていうのお便りコーナーがあるじゃんねお便りコーナーに、えっ、ー、と、じゃんららら、素敵にキースってか書いて、あのー、マークでこう、ハートマークとか入れてもらっても、それでも私、えー、喜ぶ、うん、満たされるんじゃないかなと思います。 そうなんだよ。本当に皆様からの、そのお便りコーナーっていうのが、あの、活力源となり、そして、えーと、2月14日をいかにして私が楽しく過ごせるかの瀬戸際になっております。はい。だから、こんなんとか、ハートマーク。よろしくね。おにゃんこ、おにゃんこ世代だったらわかるでしょうん。そんな、えー、あと2日にバレンタインデーを控えた私の、 今日のお話はこれぐらい。ではでは、ええー、また次の動画でお会いしましょう。あ、そうそう。なんか、登録っていうボタンもあるから、ピッてお,お、適当に押しといてください。はい。えーと、ではでは、ええー、皆さん、また次でお会いしましょう。シャバダドビアバ、シャバダビア、ダバダバダララランダンダン